おはようございます。ここは JR 松田駅です。今日はこの電車に乗るんですか？はい。今回は御殿場線を経由して東海道線の静岡まで行きます。ちゃんと静岡駅だね。インテリアは静岡地区らしくロングシート。と思いきや。お、これはボックスシートですか？そうなんです。後ろの313系は2両がボックスシートとなっております。切り離しをせず東海道線に直通するため、東海道線をボックスシートで攻略できます。というわけで乗車。松田、東山田、山北の順に止まっていきます。にしても快適そうだね。とは言いますが、実は御殿場線ではボックスシートは珍しくないんです。むしろ東海道線の静岡地区をボックスシートで行けることに強みがあります。ロングシートばかりの区間もボックスシートに座って快適な旅ができるってわけですね。随分静かな駅に着きましたね。神奈川県の JR 線最西端の駅、矢賀です。いよいよ次の駅から静岡県入りですよ。ついに静岡。あ、ですが静岡、駅、まではだいぶ距離ありますからね。そうなんですね。車窓は御殿場線内は自然です。この御殿場線、もともとは東海道線として運行されていたのですが、熱海側のルートが開通し、そちらが東海道線になったことで、こちらは御殿場線に変わりました。ところで前3両くらいはロングシートでしたよね。ああ、そちらは静岡地区では今のところ珍しくないロングシートの211系ですから。そのうち珍しくなりますのでこれは取っておかないと。でも朝3時台に落ちたんですよね。そうなんですよ、だから食べませんで。一応言っておきますと、あの向こうが211系3両です。無論、ロングシートの方が乗車定員は多いのでこちらも比較的好まれています。多分、ボックスシートとロングシートがうまいこと共存しているのはありがたいですね。我が省略されてる。6文字半分しかスペースがないがゆえ、です。駅名が6文字以上だとどうなってたことか。それは私にもわかりかねます。御殿場線もいよいよ終わり、次の駅は沼津です。ここからいよいよ東海道線ですか。沼津は、松田から乗ってきた時の大体の中間ポイントとも言える場所です。そうそう、JR 東海の東海道線のナンバリングは CA、御殿場線のナンバリングは CB です。次の沼津は辺りから3駅行った場所にあるので CA3、神津から御殿場周りで18駅行った場所にあるので CB18 ですね。走行しているうちに沼津に着きそうですね。ここから特別なゾーンだっけ？ボックスシートで静岡県を乗り越えられるゾーンに突入です。正真正銘、5両で静岡まで行く列車です。切り離しなどは行われずにそのまま行くわけですね。何かと思ったら JR 東日本の E231 系が来てました。ここって確かに JR 東海の駅でしたよね。たまに沼津発東京方面の普通列車もあるんですよ。すごい距離になりそう。また5文字つめつめの案内が返ってきました。東海道線内にもあるんですか？わ。富士山が見えてきましたね。この日はまだ雪は積もってないか。この動画が上がる頃にはどれだけ積もってるでしょうかね。富士の辺りを駆け抜けていきます。にしてもすごい飛ばすね。沼津から富士までは線路がほぼまっすぐなので、その分スピードも良いです。ちょっとうるさいですけど、その分たくましい走りっぷりを見せてくれていますね。いよいよ電車は富士川を渡り、そろそろラストスパートへ突入といったところです。立派な川を渡ったらもうすぐ静岡。電車は家の辺りを、透明道と並走しています。ここって海沿いを走るんですね。泳げなそうだけど、海が、あまり見えなかったけど。清水まで来たらもうすぐ、ですかね。もう途中駅は2駅乗りですよ。2駅ってことがやたら強調されてる。とにかく、次の駅は草薙でしたっけ。そうですね、草薙です。あ、それともう一つ。ここからは静鉄と並走する区間となってます。運が良ければ、静鉄の車両を東海道線の車内から望むこともできます。最後に新幹線と並走してフィニッシュです。これで静岡地区ボックスシートの旅はおしまいです。新鮮な感じがして面白かったですね。そうですね、たまにはこの電車に乗ってみるのもいいかもしれません。では、今回はここまでとさせていただきます。また次の動画も見てくれたら嬉しいな。ではまた会いましょうね。